というわけでスピリッツ太郎が持ってきたジムカーナ D 車用スペシャルコンパウンドタイヤも信号無視ラップでおしまい。2周目以降は結構ズル向け状態です。スリックで出した2秒後半とほぼ変わらないタイムは上等。多分出ない。出ない。ひどいこれ。FF といえばこのチューナーデカタマ。過去 FF 最速ホルダーのトップフューエル。ベルサイドエアロの関西地区ディーラーでもあるらしい。見た目は派手派手。しかもターボ装着で320馬力。シビック同様その走りはすごいのか。でもブレーキノーマル。さすがに重さに負けてもたもたしてます。だから6秒台と言っても本当は6秒って結構早いんだよ。やっぱりノーマルブレーキじゃ辛いかな。コーナーの立ち上がりとかピッとピッとした。